皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、自分の夢を叶えたい気持ちが強すぎる人の集客がうまくいかないたった一つの要因ということについてお話をしてみたいと思います、えー。誰しもがですね、夢を叶えたいっていう気持ちはありますよね、普通に。私も 私が叶えたい夢っていうのはありますで。それぞれに皆さんが持っている夢の中の一つで、例えば教室業を開いているとか、何か店舗を持っているとか、いろいろなケースあると思うんですけれども、自分はああしたくって、まあ、独立したんだ。こういうふうにしたくって今こうしているんだっていう気持ちがですね、強すぎる場合に集客がうまくいかない要因が、 出てきてしまうことがあります。はい。で、その、えー、うまくいかない部分の一番根源になることがこれだよねっていうことが、私あのお話をしていてね、えー、のお悩みをご相談を受けている時にお話をしていて分かっていることがあります。で、今日はそのことをテーマにお伝えしてみようと思います。えー、夢を叶えたい気持ちが強すぎる人の 集客がうまくいかない、たった一つの要因ですね。こちら、若干辛口になるかなはい。なので、心臓が弱い人はこれ以上先見ない方がいいかもしれません。はい。ということで、本題に入っていきたいと思います。えっと、まずですね、自分の夢を叶えたい気持ちが強すぎる人が、 まあなんで集客がうまくいかないのかっていうことなんですけどね結論から言うとそれはがが強い人ですが我っていう字ですねだから自分が自分がという言葉をすごくよく使う自分がっていう言葉そのものじゃなくてもほぼそれに近い言葉をよく頻繁に使う人は あんまり集客がうまくいかないケースが多いです。はい。なので、あの、どういう考え方がいいのか、私だって夢は叶えたいし、叶えてます。はい。だけれども、その向かう先の方向性のイメージが叶ってない人と私と違うんですよ。その違いを解説をしたいというふうに思、思っています。 まずですね、我が強い人の,あの言葉遣いの特徴っていうのが実はあります。はい、言葉遣いの特徴で、えー、っとすごくよく多いのがです、ね、私は〇〇です。私は〇〇はしたくありません。私は〇〇とかねこの私はほにゃららっていうのをすっごく連発する方は、 あの要はやりたいようにやっぱりやりたいんだよねっていうのがあのすごくよくわかるのであまりこうお客さんを思ってる気持ちがお話聞いてても伝わってこないんですよ。例えばあの集客上で言うととても分かりやすいのがこれ実際に言われてる話ですよ言われているっていうか。 お話をしてるとね、あの、集客うまくいきませんっていう話を言っててね。で、まあ、ある程度初期の頃って露出頻度を上げないと難しいんですよね。まあ、正しい場所で正しい人にっていうのはあるんですけれども。で、まあ、どれぐらい、例えば発信をしていたり、どれぐらいの、まあ、お話を外に向かってね、きちんとやってるのかとかいう頻度とか、 内容を聞くんですよ。そうすると、まあ、少ないケースが圧倒的に多いんですよね。まず、まずは。なので、そこをやっぱりもうちょっと頻度を上げ,上げないと、まあ、認知してもらうには厳しいと思うから集客難しいと思いますよという、まあまあ、普通の分析の普通の話をするわけですよ。そうすると、そういう方ってどういうふうに言うかっていうと、あわ私は SNS があまり好きじゃないし、 顔出しも本当は嫌なんです。できればしたくないです。で、投稿頻度もあんまりたくさん上げてると人気がない教室と思われてしまうと困るのでそこもあんまりやりたくないんですとかね。要は自分があの集客をしてるっていうことが分かると負けてる感じがする。まあ、プライドが高いっていう意味もあるんですけれどもね。 そういう話を言われるんですよ。そういう方って。で、いや、それだと探されないですよねっていうことで。じゃあ、そこまで別に頑張んなきゃいいんじゃないんですかって。要は、あの、頑張る人っていうのは、ちゃんとどうにか、例えば、収益を残したかったりとか、ビジネスをやりたかったりとかっていう方なんで、まあ、趣味レベルでやればいいんじゃないですか。 自分の近所の人とかに声かけたり、お友達に何か教えるでいいんじゃないですかお金儲けなんて考えなくてとかっていう話を言うと、いや、あの、少しはやっぱり欲しいんですよ、お金って言うんですよ。少しはってどんぐらいっていう感じなんですけど、このね、少しは学生ので、少しはもうたくさんもうやることは一緒なんですよ。だけど、すごく大変なことはやりたくなくて、 で少しって言っとけば楽ができるだろうって多分思ってるんだと思うんですけど、あのー、少しはレベルでみんながうまくいくんだったら全員集客ううままくいいっっってますってっていう感じです感んで開業して1年以内で7割とかの人々がいなくなっていくかっていうのって集められないからですよね。 そういうことを考えると真剣に取り組んで頑張ってみたって集まんなければ廃業しちゃうわけの状態においてなるべく楽したくて苦労したくなくてで自分の都合でやりたくてで集客はそこそこにお金もそこそこならいいみたいな雰囲気とかっていうこのあの要望が 現実問題とリンクしていない要望。だ普通にそんなことを考えなくって、たまたま知り合いとかが教えてって言ったら教える、ちょっとお金もらって教えればいいじゃないですか。で、なんかそういうね近、近所だけに声をかけるっていうのも、なんだか自分から声をかけるのが嫌だとかね。まあそういうタイプの人。つまり私、 がとか、私が何々は嫌なんですとかっていう自己主張がめちゃくちゃ強い方っていうのは、夢を叶えたいのは自分自身の夢を叶えるっていうのは全然構わないんですよで。私から見ていると、例えばですね、会社員だった時に、じゃあ例えば A という部署に配属されました。そこが嫌すぎて B に行きたいとかっていうのを言ってね、 で、そこが認めてもらえなかったから会社辞めますみたいなそんな雰囲気。だから自分は会社員でもないし、あの、好きなことを好きなようにしてやっていいのが自分の人生ですよ。だから好きなことを好き勝手にしていいんだったら、それで選ばれていればそれで成り立ってそれでいいじゃないですか。でも、お金を払うのってあくまでもお客様なんですよね。 だから、お客様がこの人に習いたいというふうに思ったり、この人にお金を払ってサービス、技術提供を受けたいというふうに思わない限り、お金なんて払ってもらえないんですよ。だから、結果、あの画が強すぎて、それが前面に出ている人っていうのは、口癖に、私はこうしたい、私は私やがすっごい連発するんですよ。だから、あまあ、うまくいってないだろうねっていうのは、もう喋り始めた瞬間に、 分かりますでじゃあこれ口癖だけ直したらどうにかなるのかって言ったら案外そうでもなくってなぜならばその方の根底が変わらない限り発信する言葉もオーラも全部変わらないんですよ。なので一見じゃああなたのことをね 考えてますみたいなあなたに役に立つような講座とかなんとかを提供してますとか仮に文章に書いたり代わりにライブで喋ったりするじゃないですかでもねこれ聞いてる人ってちゃんと敏感に嘘ついてますよねってちゃんと聞こえちゃうんですよ本心は自分のために自分が儲かりたいからとか自分が先生として満席になってるっていう にに見せたいいかからとっっていううにってう風思言ってる本心隠してキれい事言ってるっていうのは見抜かれちゃうんですよ残念なことにまあよく私添削すると「行間に下心が書いてあります」とかってよく言うんですけどね文章も全部透けて見えますあと言葉もトーンも全部だから、あのー、夢を叶えるのは構わないんですが 基本的に、えー、っと教室業ってサービス業なんですよね。だからお客様が望むものを提供するっていうところに自分がどこまで譲れるかと自分の夢とのせめぎ合いで考えていくっていう前提になるものなんですよ。だからその段においてまだうまくもいっていないのに私が私が私がってそんなにいっぱい言ってたらね人って集まるわけがないんですよ。 こちらの方でこんな感じどうですか？っていうので見えてきて初めてもっと絞りたいし、もうちょっと整理したいなっていっぱいになりすぎちゃったら考えるぐらいにするような。順序にしない限りはあの自分の主張を押し通した。まんま全てわがままに夢が叶うかっていうと結構確率低いです。頭にかな叶っちゃう人いますよ。いるんですけど、あの普通は難しいです。 だかかららどちらに意識が向いてるかなんですよね私が私がっていうことは自分にやっぱ意識が向いていて本当にお客様のためのものっていうのを考えてる場合にはそのお客様の方に目が向くのでそういうサービスになるからやっぱ売れるんですよ。でよくお話をしていてね、あのー、まあお客様のためにはこうした方がいいとは思うんですが。 なそれはなんかいいやりたたくないみたいななみ感じなんでですよねで私からするとそのやりたくないレベルで止まっていて、えー、お客様が望んでることをやらないことで集客できるほどその同業他社の状態甘くないんですよっていう状態がある人がこうやればきっとお客さん喜ぶような気はしてるんですけどなんか。 自分大変だからやりたくないんですよとか、あとは自分が楽をするようにページの設計したり、うんサイトを設計したり。 するお客様の方にすっごい負荷かける。だ読むのがすごい大変な書き方するとか、申し込みフォームが複雑とか、いろいろあるんですけどね。そういうのも自分が楽をしたい作り方をする人って、そういう設計しがちなんですよ。で、結果、やっぱり集客がしづらくなったりします。なので、あのー、その集客できてないっていうことは、どういうことなのかっていうのを、 端的にズバリ言うと、もちろん認知不足っていうのが多いんです。多いんだけれども、外向きに向かって開いている自分の心が、相手に向かって開いてるんじゃなくて、自分に向かって開いてるから、ほぼ閉ざしてるのと一緒だから、それ集まんないよねっていう、そういう感じです。はい。で余談なんですけれども、 あの私最近ですねその声解析師というあのインストラクターの資格を取ったんですっ、えー、皆さんの声から、えー、その方の得意とかその方の性格とか弱いところとかここを上げるともっと良くなるとか本来の声はこういう声で影響力を与える声になりたかったらこういうふうにやればいいとかっていうのを全部診断できる、えー、アプリケーションを使って 解析ををしてアドバイスをするでも私はそこにビジネスのものを載せていくんですけれどもそういう資格を取ったんですよ。で実は私は声解析のそのアプリを使わなくてもですね昔からある程度その人の顔色と声のトーンあと目ですねこれを見てだいたいどんな感じでどういう人なのかっていうのがおおよそ分かっていました分かっていたんです。 で解析で見ると「あやっぱりね」っていう人とたまに「あれそうなんだ」っていう人と、まあ、いるんですけれどもでその時に思ったのが「やっぱりね」って私が思う人が多いということはですね、まあ、その方のやっぱ見えてる印象っていうのはそのまんま伝わってるということなんですよね相手の方に。無意識ででもですだかからら心の底から自分が その人のためにっていうことをベースに思う状態になってない限り、どんな集客告知文を書こうが、どんないいツールを使おうが、どんな素敵なページを作ろうが、その人の本質的なものが変わってない限りにおいては、制約の段階で制約しないです。なんかこの人嫌だって言って。うん サイトがどんなに立派にできて、ちょ、ちょっと嘘っぽいような、まあ、嘘っていうと本人のあれなんですけどね、あの、飾ったような形で、それに一回惹かれて人が来たとしても、お話ししたりとか、その人の人間性に触れると、あれ違うっていうのを感じると、そこから先の申し込みにはならないんですよ。それぐらい、今の時代って、皆さんがすごく、 敏感に自分にとっていいことを提供してくれそうな人かそうでなさそうな人かっていうのを昔よりもすごく敏感に感じるようになってますと思ってますそれはなぜだと思いますか私はあのコロナの時のオンライン化が一つ大きなポイントになっていると思っていて えっと、本来であれば、ノンバーバラコミュニケーションと言って、こう、合っていればですね、その、言葉じゃないとこの,この雰囲気とかですね、そういう対峙していれば、そこで伝えられるものってすごい多かったんですよ。ところが、ズームとかの、あの、まあ、これ、今もこれもそうなんですけど、この画面上の中でですね、まあ、伝えていかないといけないわけですよ、実際に。そうすると、 三次元じゃなくて二次元な感じになるんですね。で、その結果、皆さんがどこがすごく鍛えられたかっていうと、あの、見る力ですね。あと感じる力。あと聴覚、聞く力。ここがすごくね、研ぎ澄まされたんですよ。画面の中のその人って嘘言ってるのか、本当言ってるのかを本能的に感じ取らないと詐欺にあっちゃうからです。場合によっては。実際にオンライン化によって詐欺多くなったりとかもしましたけれどもね。 なので、語感が結構鍛えられちゃったコロナ禍だったんですよ。人とそこまでたくさん触れ合えないから敏感に人が何を感じどう思ってるのかとかっていうことを感じるようなそういう体制に変わっていっちゃったんです。でこの段においてですね、画が強い方っていうのはそれが当たり前ですけど、前面にじみ出ます文章だろうが、声だろうが。 なんだろうがです。そうすると当然敬遠されるのは当然で、だってその人がやりたいために私お金払うんじゃないもんってお客さん思,う思いますからね。結局自分の役に立ってくれそうな人に対価としてお金を払いたいわけだから、その譲っていくっていう考え方ができない限りは、私はこの夢を叶えたいんですが前面に出すぎると、まあ集客うまくいかないですよねっていう、そういう感じ。 ですはいでこの傾向は前からもあったんですあったんですけれどもあの顕著にな,なったんですよすごくうんあのやっぱり皆さんがね研ぎ澄まされたからでしょうね <laughs> うんだからうんと ちゃんと一致してていいる人が残っていくっていう感じです。上辺でうまく合わせているだけでうまくいくっていうほど多分今の人たちって、えー、研ぎ澄まされた感覚で見抜けるようになっちゃってるので本心からきちんとそ外も中も一致してる状態で発言をしていかないとまあ難しいでしょうねっていう感じです。 だから、そもそも一致している以前の前提が、自分が自分がの勢いが強すぎる方は難しいということです。相手のことを考えてないですよねっていうのがお客さんが感じ取っちゃうからです。だから、私の場合、もちろん声解析でご本人にどこがっていうのを見せることはできるんですけど、実は解析をしなくても、喋り方と喋ってる内容とトーンで、その人が、あ どう,どういう状態で集客がうまくいかないか、だいたい5分以内でわかります。はい。なので、あのツールとかねあ、いろいろ手法にめちゃくちゃそういう人に限ってよくこだわって、勉強もしてるし、よく知ってるんですよ。だけど、根本的なところがずれているから、まあ、永遠にとは言わないんですけど、 根本的なところのズレを直さないで、いくら上塗り的な集客の方法を覚えたり、頑張ってもあ、崩れていっちゃうから、うまくいかないんです。はい。だからあの、うまくいっていないってことは、自分の内部の心の鏡が外側に出てるというふうに思った方がいいです。どこか自己中心的じゃないですか。どこか自分勝手じゃありませんか。 っていうことですうまくいってる人ってあの本当に何もしなくてもって言い方変なんですけど集まってきちゃうんですよ人がだってその人のこと好きだから <laughs> でその人が何か提供する商品があるよって言ったら買いたくなっちゃうんですよなぜならばその人が好きだからっていうそういう感じなんですねだから多分今後の集客ぬんっていうのはあの上辺だけ整えても多分ね 見抜かれちゃうから難しくなっていくと思うので、えー、そのことを本当に授業で頑張りたいというふうに思うのであればそこの自分の気持ちと自分が外向きに一体どういうことを伝えて発信しているのか自分がじ外から自分を見てお客さんだったらすぐに申し込みたいと思うかどうかをちょっと考えてみるっていうのを一つ必要なのかもしれないと思ったりします。 はい、あの最近そうですねなんかあの新しいクライアントさんとお話しする時に感じるのが実行主張があるっていうのはとてもいいんですよ自我が確立しているから主張がない人よりは主張がある人の方がいいです力強いしお仕事していく上ではすごくいいと思いますだけれども <laughs> あの基本大体いいサービス業なんですよだからあのお客様が 嬉しいなと思ってくれることをやってくれる人のところにお客様とお金を落とすんで、そこは勘違いしない方がいいというふうに思っております。はい。ではまとめに入りたいと思います。えー、自分の夢を叶えたい気持ちが強すぎる人の集客がうまくいかないたった一つの要因、えー、それはガが,が強いということです。ガが,が強すぎると、えー、お客様に 基本全て見えてしまってるというふうに思ってください。あの、取り繕ってね、隠しても、あの、ダメなんです。言葉の端々とか、あとは、あの、行動の端々に全部出ちゃうので。だから、自分が、心底そうしたいいう思う方に、限度一致するっていう状態を作っていくっていうことが、結構大事だと思いますので、はい、あの、今、一度、あれっていうふうに思う方は、ちょっと状況をね、見直してみて、 考えてみるっていう機会にしていただければというふうに思っております。以上になります。それでは。